アメリカの大統領選挙は日本時間の明日夜から全米各地で投票が始まります。民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領が勝敗の鍵を握る激戦州で最後の訴えを続ける中、首都ワシントンの中心部では厳戒態勢が敷かれています。こちらホワイトハウスから数ブロック離れたオフィス街なんですけれども、ご覧のようにですね、板が全面に貼り付けられています。 こうした中、共和党のトランプ氏と民主党のハリス氏は相次いで激戦州に入り、自らへの投票を呼びかけました。その上でトランプ氏は、自らが敗れた2020年の大統領選には不正があったとし、政権の座を去るべきではなかったと主張しました。 ハリシ氏が演説したミシガン州はイスラエルを支援するバイデン政権の方針に反発するアラブ系アメリカ人が多いことで知られていますハリシ氏は大統領としてパレスチナ自治区ガザでの戦闘を終わらせるために全力を尽くすと強調しました 激戦州7州の支持率はトランプ氏が中西部、ミシガン州とウィスコンシン州以外の5州でわずかにハリス氏をリードしていますが最終盤でも大接戦の状況が続いています。